こんにちは。南スペインはアンダルシア地方の白い村に住んでいるイクコです。今回の動画はマラガ空港からマラガ市内、マラガ市内からマラガ空港までバスで行く時の時刻表の見方についてご説明したいと思います。まずは検索窓に EMT マラガ、これをご記入ください。そうしますとこちらが出てきます。こちらですね。これをクリックします。そうしますとこちらのサイトに飛びます。ウェブサイトはよく変わりますので、今これが写真があります。これはあの空港行きですね。これをクリックしていただいてもいいですけれども、このようになります。もう一つはこちらです。リネアス・イ・オラリオス、何々線ですね。それと時刻ということで、これがありますので、ここで空港行き、これを選びます。そうすると同じ画面が出てきます。ですね、まずこちらにありますけれども、20分から25分間隔でバスが出ているということです。そして料金は3ユーロで、時刻ですけれども下に来ますとこのようになっています。まずこちらが市内出発地点ですね。バス停の名前がパセオ・デル・パルケになりますけれども、ここが始発です。で、最初が6時25分ですね。で、このようにありまして、最後は、1時30分、その後に4時25分、5時45分というのがあります。午前ですね。で、次はこちらですけれども、こちらは空港発です。は朝の6時半。そしてまたこちらですね。0時45分、その次は2時、それから朝の5時5分というのが出ています。これをクリックしますと、これはですね、マラガのバスステーションには止まりませんということです。止まりません、中に入らないということですね。なので駅の方になるんじゃないかなと思いますけれども、駅とバスターミナルが隣り合わせになっていますので、バスの方はバスターミナルが空いていないということですね。なのでその間は、違うところ、違うというか外に泊まるということですね。で、こういうのがあります。で、このような路線になっています。で、こちらはここがあのバス停の番号です。空港のバス停の番号です。で、行き先としては市内ですね。パセオ・デル・パルケまでですけれども、これは6分後に来るということです。で、こちらですけれども、こちらはですね、ここには出てないですね。ですので他のところを見ます。それからここですけれども、これはエスタシオンでアウトブース、アウトブースですね。複数になってますけれども、これを、新しいリンクで開くと、ここはバスターミナルから出ているバス表記されます。このようになっています。バスステーション、バスターミナルからですねの発着です。ここにあります、アエルブルト。他にもですね、いろんなのがありますので参考にされてください。今回は空港行きなので空港だけを見ます。これをクリックするとこのように出ています。これですね。なので、これはですね、マラガのバスステーションが出発する時刻です。
で空港に着く時間ですね。でこちらはですね、これはあの頭文字を取っていますけれども、曜日です。火曜日と水曜日は頭文字が同じなので月火水曜日は X になるんですけれども、これは月曜日から日曜日ですね。で次はですね、こちらになります。今度は到着時間、マラガのバスステーションに到着する時間がこちらになります。でここが空港発で、ここがバスステーション着になりますというのが、こういうのが出ています。でですね、こちらでもう一度、今度はこちらです。リネアス・イオラリオスというのをクリックしてください。そうしますとこの画面になります。そしてここですけれども、これでこれです、空港、これを選びます。ラインとしては A ですね。そうするとこのように地図が出てきます。ここにありますけれども、これは市内のパセオデルパルケからアイロプエルト空港までです。なんでここからこう行くわけですね。で今バスが2つついています。これはこの丸いのを押すとアップデートが出ますけど、今ちょうどアップデートされているので、バスが2台出てるんですね。結構近いですね。もっと離れてるといいと思うんですけれども、でここを押すとこのように、この市内のこの出発地点ですね、始発のところですけども、ここを空港行きがこの時間に出ています。で今度は空港発が、市内行きがこのように出ているということです。で例えばですね、私が乗るのはだいたいこのエスタシオンでアウトブッセスです、バスターミナルです。ここに到着してからここから乗りますので、長距離バスで到着してということですね。でここから空港に行くとき、これです。なのでこれをクリックすると、ここをクリックすると、今空港行きなので、空港行きはあと8分待たないとダメですよということですね。8分後にバスが来ますということです。なのでこのバスですね、今地図の右側にありますけれども、このバスマークがこう来ると8分後にバスが来るということです。でこちらですね、これをクリックしていただくと行き先が変わります。今度は空港発市内行きです。で今見ていただくとバスがありますけれども、このアイアルプレートですね、これをクリックすると0分になっています。ということは今待ってるということなんですね。出発をもう多分到着して出発するのを待ってるんじゃないかなと思います。こんなんですね。まあ空港行き、このエクスプレスにですね、市内には行かない乗らないとは思うんですけども、例えばこれですね、エスタシオン、あこれ逆ですね、例えば市内行きでこれをクリックすると、あと6分後に市内行きが、バスステーション、バスターミナルのところに来るということですね。ここです。なんでこのバスが来るのに6分かかるということです。で例えばディレクションアイロプエルトですので、例えばこの始発のところですけども、ここでバスに乗ろうと思った時にはもうバスが行っちゃってるので、次が来るのが16分後という、そういうことを見ることができます。
あとはですね、ここを押していただくとバス停のですね、写真が出てきます。そうですね、こういうところです。例えば空港だったらここに到着します。到着してここから出発しますというものです。これがサイトでの見方になります。次はスマホでの時刻の見方をご紹介したいと思います。まずはこの EMT マラガというのを入手してください。そしてこちらを開けますとこういうのになります。ここでこちらですね、あのルーツっていうのがありますけれども、ルートです。これをクリックします。そうしますと先ほどのような、路線バスの番号が出てきます。で今回は空港だけ見ます。こちらですね、 A って書いてあるんですけれども、空港行き、これをタップします。そうするとこのように出てきます。こちらは空港行きですよということです。で今バスが2つです、出てます。右側のバスマークですね、これが2つあります。でこの人のマークですけれども、左のこれは多分ここにあなたがいますということだと思うんですが、あの私の方は検知してないので多分ここに出てるんだと思います。例えばこちらのパセオデパルケ、一番上のところをクリックします。そうしますと空港行きは16分後ですよということですね。で上のですね、丸く矢印がありますけども、これを押すと今変わってませんですけど、15分になりました。アップデートしてくれます。で、この一番上のところにあります3つ、まずは一番右がアップデートしてくれます。ですのでこのバスのが移動したりします。真ん中のですね、丸いのは、これはこのように時刻が出てきます。今日のでパセオデパルケ、ここの出発時間が左で、右側が空港出発の時間になっています。そして3つ上のマークがあるところの左側ですけれども、これをタップするとこのように路線が出てきます。なので今バスがこの2つ、バスマークがありますけれども、これが今動いているバスです。これが空港行き、あるいは空港出発ですね、の時刻表の見方になります。最後までご覧いただきましてありがとうございます。この動画がお役に立てましたらいいねボタン、またSNS もやっていますので、よろしかったらフォローしていただけたら嬉しいです。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。アディオース。